はい、えー、それでは始めます。皆さんこんにちは。えー、どっちを選ぶプレミアムオアサイチャレンジということで、えー、ガイダンスですね。早速始めたいと思います、えー。担当レック専任講師林でございます。どうぞよろしくお願いします。はい、えー、まあお手元にレジュメがあるかと思うんですけれども、<laughs> まあこんな感じのね、えー、まああのプレミアムとかですね、サイチャレンジとか言われましてもあのー、まあ口座名なので。 え皆さん、別にご存じなくても構わないんですけども、まあ、要はですねレックの,あの講座がですね、えー、まあプレミアム合格フルコースというのがありましてでそれがまあレックの中心的な講座なんですよね。でただ、再チャレンジの方、あのー まあえー、2017年惜しくもですねちょっとあの点数足りなくてで2018年もう一回チャレンジするんだという方がですね、えー、まあ,あの再チャレンジという講座がありますんで自分はこっちが向いてるんじゃないかなとかですねあるいは、えー、とレックの中心となるプレミアムの講座がいいのかなとか割とそのご質問が多いんですよね。で <laughs> まあそんなこともあって少しえっとお話をさせていただこうと思いましてまあ私は両方とも担当してますんであの教室でね教室でプレミアム合格フルコースのえっと講座もあの生講義でねえっとお話ししてますしで再チャレンジの方の講座も担当してますんでまあどちらも担当してますんでその違いは一応分かってるつもりなんですけどもただですねあの卓球試験っていうのはえどこのどのレベルまで達すれば 合格できるかっていうことはあのもうあの運と歴史が長い試験ですよねでもうデータの集積ありますんでもうわかりきってるんですよね到達目標っていうかねあの到達点はもうわかってるわけですねその到達点に、えー、上っていく過程の、えー、どういう勉強をしていけばその到達点に上っていけるかっていうこともわかってるんですねそれはもうあの別にレックだけじゃなくてどこの予備校であっても あのどこの講師であってもみんな分かってますなので、えー、皆さんにお伝えする内容が講座によって違うってことはないんですよねまあ、当たり前なんですけどねだからちょっとその、えー、と説明の仕方が違ってくるとかあるいはその講習の講座の進め方が少し違うとかまあ、その程度のもんなんですよねなのでま卓球試験に役立つ情報としてちょっと話をしたいので、えー、30分ぐらいですねお付き合いください。 あのレジュメのをちょっとめくっていただきまして、えっと、4ページ一番最後のページですねちょっとこちらをご覧いただきたいんですけれどもはいえー、と、まあ、あの学習スケジュールを立ててくれという話ですねまあ当たり前のことなんですけどもあのこれは別に再チャレンジの方に限らずね どんな方でも同じです、えー。ちゃんとスケジュールを立ててで勉強していただきたい。あの行き当たりばったりの勉強をしないでほしいっていうのは、これはもうあの全ての皆さんに対して共通のまあ、アドバイスと言いますか？なんですよね。で、そのんんて言いますかね？忙しい人っていうのはえっとま仕事が忙しいとか、家庭の仕事が忙しいとか。 あのね、育児家事が忙しい。学校が忙しい。いろんな方、あのいろんなそのご自分のま本業というかね。そういったものがあって忙しいわけですよねえ。そういう方が忙しい時間の合間を縫って勉強時間を工面してで1つの目標を達成しようと思えばね。それはスケジュールが大切に決まってますよね。暇ならいいんですよね。あの朝から晩まで暇です。っていう人は何やってもいいんだけども。あの忙しい人がね。その。 わず,かわずかな隙間時間をあのうまく確保してねで勉強していくためにはやっぱスケジュール垂れてくださいで、えー、受験経験がある方であってもあのない方であっても同じなんですよねあの少なくとも、まあ、目安として300時間程度の勉強時間をちゃんとと確保ししてほしいと思い思ますあの300時間って別に大した根拠はないんですけどもただ、えー、まああの合格者の皆さんへのその なんてアンケートですとかねそれとか、えー、個人的なヒアリングですとか合格者に対してのヒアリングですとか、まあ、そういった話を、まあ、総合的に考えてみますと、まあ、300時間程度はみんな勉強してるんじゃないかなっていう感じなんですよね、あのー、合格者はね。でじゃあ2年目は300時間勉強したけどもう受からなかったじゃあ2年目はあのー、じゃあ勉強時間いらないのかっていうとそんなことはないわけですよね。2年目もやっぱり300時間はいるわけですねむしろ 300時間やって受かんなかったんだから2年目は400時間やろう500時間やろうというのが本当は正しいよような気はすするんですよね、まあ、僕ならそうしますねあの。300時間ってのは単なる目安であって人それぞれ個人差があるわけだから、まあ、自分は300時間やったけどもダメだったと。ね、だったら、えっと、次はもっともうあの悔しくて落ちたくないからもっとあの勉強時間増やしてやるんだというふうに僕なら思いますけども。 あのまあ、そういうふうにそんな感覚で本当はいてほしいんですけども、まあ、少なくともね少なくとも300時時間間ぐらいいいの勉強時間を確保ししてほしいと思いますそうしますと、えー、試験当日がまあ10月の中旬ですよねでこれがまあ2018年で2018年の仮に1月年明け早々から勉強を始めたとして、えー、と10か月。 ですよね、試験が1月だから10ヶ月でですね10か月で10か月ということは、えー300日ですよね、10ヶ月は300日ですよね大体ねそうすると300時間勉強するためには毎日1時間勉強しないと300時間にならないわけですよね。で毎日日時間1日も欠かさずに 必ず毎日三百日勉強を続けることができますでしょうかまず難しいですあの人にはそれぞれ予定がありますから旅行に行ったりとかね、残業が続いたりとかあるいは風邪ひいたりとかあの必ずありますからだからどうしたって予備日を設けなきゃいけないわけですよねそうすると、えー、土日にやっぱ集中して少し勉強時間を増やして平日はたまに勉強できない日,あの日にちがあって でしょうがないという形で進めていきませんと、あの300時間っていう勉強時間は確保できないんですよね。でこれって結構一口に300時間と言ってもなかなか大変なんですよね。なので本当にスケジュールをまあしっかり組んでいただいて、でかつですね、あのまとまって1日1時間の勉強時間を取れないことはいくらでもありますから。なので、まあ移動時間とかね。 休憩時間とかそういった細切れの時間こういったものをねあのうまく使ってほしいですね、えー、きっちりとその予備校とかで勉強されている方は予備校で勉強する時間とあと自分の家で復習する時間がありますよね。でその復習する時間っていうのはあの机に向かって勉強するということは難しいんじゃないかと思うんですよ。なのので、で例えば会社の行き帰りでですね。 で予備校で勉強したそのテキストをもう一回見返したりとかあるいは過去問集をパラパラめくって、ね、で勉強したりとかそうやってうまく隙間時間を使っていただきたいと思いますあのうまく隙間時間を使ってチリ、えーまあ、も,も積もればって言いますよねそれがあのうまくそれをかき集めてでまとまった勉強時間を苦面するというのが まあ社会人としての社会人の勉強の仕方としては、まあ、それがなんていうかなあの一番のポイントになるという気がしますね。あの忙しければ忙しいほどその辺が難しいかと思いますね。課題になってくると思います。はい。それからあと勉強時間はあの作るとしましてもやっぱ継続していかないと、ね、いけないですね。あのずっとガーッと勉強してでパタッとなんか燃え尽きちゃってですね。<laughs> 1か月間勉強しなかったなんていうことが割にあの話を聞くんだけどもそれだとねダメなんですよね。やっぱり毎日毎日日少しずつと勉強時間を積み上げていく必要があ,りますあのなんか、まあ、僕は筋トレとかしたことないんだけどもあの筋トレとか要はトレーニングと同じですよね。あの僕もその,、まあ、あの子どもの頃はねスポーツやってましたけども。 スポーツって、えー、よく学校の先生にお言われたんですけどねもう一日休んじゃったら練習を一日休んじゃったら、えー、とと取り戻すのに1週間かかるってよく言われましただから毎日やれと、ね、毎日練習しろというふうに、まあ、僕は言われましたでその通りだと思うんですよねなのであの勉強も同じです毎日やってほしいですあの少しでいいからもうね極端な話15分だっていいですよ 本当にそれでもいいです。何もやらないよりよっぽどいいですね。たまに3時間ぐらいガーっとやるよりもね。少しずつ15分とか30分とか毎日コツコツやった方が絶対いいです。なのでまあ、そのあたりちょっとねえー。是注意してください。で、まあ、あのー、勉強を継続するということは？まあ、根性とかね。精神力とかまあ、そういった類の <laughs>。 ものになってしまいがちですよねでそれがうまくできる人は実は少なくてあのうまくその自分をねコントロールしてで勉強を継続できる人というのはその自分がねやらざるを得ない環境を作り出すのがうまいんですよ。なんか あの分かりにくいかもしれませんけどもえ要はですね予備校の宣伝みたいになっちゃうかもしれませんけどもお金払っってて予備校を通うってことですよねそうすれば、あのー、仕事の帰りに何が何でも寄らなきゃいけないんですよね。7時7時半ねっ7時7時時半な時4時半か、ね、あの決まった時間に行けばねもう講義始まっちゃうわけだからそこに必ず行くわけですね。であのー、家に帰って でじゃあ勉強しようかっていうことに比べればよっぽど気持ちは楽ですよね。あのもう習慣化しちゃえばね。なのでそうやってやるとそのまあ、しょうがなくてもいいんですよね。仕方なく勉強を開始させられてしまうというふうに環境を自分で作ってるというのはね。やっぱりそれがうまいと思うんですね。で予備校に通えなければ別にあの無理しなくてもいいんですけども通えなければっは通信講座でも構わないんですけどね。 その通信講座も、えー、何時から何時までは、えー、必ずえっ、ー、と予備校でその通信講座を受ける時間だっていうふうにもう1日の中で時間をブロックしちゃうんですよね。えー、まあ、そんなことをねあの書いてありますけども、な毎週何曜日と何曜日の何時から何時まではもう DVD を見るんだというふうにですねもう決めちゃうんですね。学習時間はあらかじめ決めてしまうんですね。暇な時に見ると言ったら。 もうあのずっと見ないですよ、ね、暇の時なんかないんだからみんな忙しいわけですからなので、まあ、あのうまく時間をブロックしちゃってくださいであ僕もねあの、まあ、受験勉強とかしたことあるんですけど,ですけどもあの仕事帰りにあのよくファーストフードのお店に行きましたで絶対に家からあの職場から家まで直帰しないというふうに決めましてで必ずハンバーガー屋さんとかね あのカフェとかそういうところにあの行ってで、えー、とコーヒー一杯しか頼まないんだけどもそれであの必ず1時間勉強するとかそうやってなんかあの習慣づけたりしましたので、まあ、うまく皆さんも参考にしてほしいと思います。はい、でえっ、ー、と、まあ、2ページ3ページ見開きになってまして「あの講座を比較するんだ」なんていう話が書いてありますけども。 あのまあ、ちょっと冒頭にお話ししましたようにプレミアム合格フルコースっていうのが、まあ、レックではもう中心となる講座でもうずっと昔からやってきてましてもうありとあらゆる試行錯誤を繰り返した結果いやうまく作り上げたあの講座なので、まあ、これがやっぱりあのレックとしては一番おすすめの講座なんですね。で あのこれに対しまして「えー、と再チャレンジ」という講座が右側の、まあ、3ページの方にあるんですけども「まあ、再チャレンジ合格フルコース」という講座がまあ,ありましてそれに「スーパー合格講座」をプラスした講座、まあ、これが、えーまあ、あのおすすめしている講座なんですね。でこのどちらの講座を選べばいいかというところを少しコメントしたいんですけども。 あのまあ、両者の違いを大雑把に把握しておいていただきたいんですけども、えー、大雑把なコンセプトはこのプレミアム合格フルコースというのはまあ初学者向けというねあの初学者を対象にした講座ではあるわけですね。で、えー、再チャレンジの方は、まあ、受験経験者ですよね。あのまあ、受験経験経がある方 を対象にした講座でではあるわけですねで、まあ、大雑把な住み分けはそういうふうにしてるんですけどもだけども冒頭にお話ししましたようにもう合格するまでの,あの達成度ってあの達成レベルは決まってるわけでそこに行く過程もだいたい決まってるんですね。なのでじゃああの初学者の人がこれを受けたら受からないのかっていうと全然受かると思うんですよ。あのアプローチが違うだけで やることはあんんま変わんないんですよねでえ受験経験者の方はじゃあこっちはダメだかというと全然そんなことありませんあのたまにいらっしゃるんですけどもねあのプレミアムフル合格フルコースを受講されたんだけども、まあ、どうしてもうまくいかなくてで翌,年翌年もう一回チャレンジしてでまた同じ講座を受けましたであのおかげさまで受かり,受かりましたっていう人はいっぱいいるんですよね。なのであのであ どこが違うのかって言われると、ちょっと説明が難しいんですけども、あの一番の違いはここです。二ページの一番下に、まああの講座の流れが載ってます。で、このスーパー合格講座というのがえ中心となるインプットの講座です。あのインプットというのは知識を入力する作業ですね。あの講座を聞いて、あの講師が喋っている講座を聞いてで。 まあ通学も通信も同じですよえ。講師の話を聞いて、自分はテキストを見て、で、えー、とその説明を聞きながら知識を頭に入れていく。ですね。で、それを今度はアウトプットに移っていきます。これがアウトプットですね。これが、まあ、あの、この平行期間ですね。インプットとアウトプットのまあ平行期間っていうのかな。まあ、そんなような期間になります。えっと、この部分が違ってるんですね。同じように中心となるインプットの スーパー合格講座がついています。最チャレンジの方もね。なので、えこれ初学者用のあのインプット講座ですから。だからあの出だしは全く同じです。でこの部分ですね。この平行の部分が少し違っているんですね。でどんな感じかと言いますと、あの我々がずっとやってきたこの期間講座であるプレミアム合格フルコースは、えー、知識を入力したら。 アウトプットの方にまず、えー、移っていきます。つまり、先生から講座を受けて、で、分かった気持ちになっていてもですね、実際分かってないことがありますんで、それを自分で問題演習をしてみて、で、えー、試してみるというのがね、それがまあ過去問の演習をするわけですね。なので、講義中にも、あの、ちょっと演習があるわけですね。つまり、こっち方向にまずやります。で、それが一旦終わったら今度は、 アウトプットからインプットの方向に移ります。今度は問題演習をしてね、問題演習を先にやって、それでそれはえっ、ー、とテキストのどういうところが、えー、問題になっているのかっていう,ふうに、その問題演習からテキストに逆方向に確認していくんですね。それがこの、えー、プレミアム合格フルコースのこの中心となる真ん中のの,のあの平行感の勉強法になります。 それをちょっと変えてるんですね再チャレンジの方のこの講座は、えー、こっち方向ももちろんあるんですね。演習をしてからもう一回テキストを確認する。それをね、こっち方向もやるんですね。つまり、行ったり来たりをします。えっ、ー、と、インプットからアウトプット、アウトプットからインプットを行ったり来たりするような、えー、意識をしながら講座を進めていくところが違うと思ってください。なので えっと我々講師からしますとあとは、えー、教える内容ですとか説明の仕方ですとかほとんど変わりませんそれから、まあ、テキストは違いますよこっから先は全部テキスト違いますあの講座も違いますからあの同じテキストを使うのはここだけです、ね、で、えっと、あのこのスーパー合格講座は同じ,講同じ講座を使教材を使ってで同じ講座を受けていただきます生講義も 通信講座も同じですちょっと途中からそうですね。4月とかぐらいかな4月ぐらいから少し変わってくるというのが一般的な理解でいいと思いますただね、あまり細かく、えー、と気にしなくてもいいと思いますあのー、なんであまり変わらないかと言いますとこのスーパー合格講座がついてるからなんですよねスーパー合格講座がついていれば 初歩的なもう本当に初歩的なところは勉強しますんであの小学生の人が入っても多分違和感ないと思うんですよ再チャレンジの方もね。で、えー、じゃあなんで再チャレンジなのにそんな初歩的な講座をつけるんだっていう話になるかもしれませんけどもあのそれはね初歩的初歩的といってもですね初歩的な知識でで勝負は決まるからですあの実は難しい知識ではあの合否は決まらないんですよ。 結局ね、再チャレンジの方も本当に小的なきちっとしたあの知識がやっぱあやふやなんですよねあの。分かってるって本人は言うかもしれませんよ。だけども分かってないんですよ。あの我々か,から見ればね。本当ののここの部分が分がかってないんですね。だからどうしても応用がきかないんですね。なのでえ再チャレンジの方もやっぱりここをやってほしいんですね。なののでえ再チャレンジの この受験経験者向けの講座にスーパー合格講座をつけてるんですね。と思ってください。このもしこれがなかったら、もしこれがなくて、ここから始まるんだったら。ここから始まるんだったら、本当にですね。あの一点差で、ギリギリ落ちました。残念ですという人じゃないと、ついてこれないと思います。あの、本当に実力あってね。もう、ほとんど合格者と変わらないんだけども、たまたま一点か二点。 足りなくて、あのーまあ、たまたまちょっと調子悪くてね、あのー、失敗しちゃったという人だったらもちろん、あのー、いいですよ。ね、だけども、えー、そうじゃない人はここからやりませんとあのやっぱりねなかなか難しいと思うんですね。なのでまああのー、なんとなくそれじゃあ、えー、と自分はどうすればいいか判断つかないからっていう方のために、まあ、1ページといにねちょっとなんか <laughs> あのー フロ,ーフローチャートっていうかなんか作っておきましたけどもえどうして2017年の本試験がまあ受からなかったのかっていうちょっと範囲を考えてくれということですねでまず丸の一番でまあ仕事が忙しくて講座に通いきれなかったというねあのまあ通学講座まあ通信でもいいんですけどねあのまあ忙しくてダメだったということですね。 仕事が忙しいということを言い訳にしてしまったらねじゃあ誰も受かんないですよねみんな忙しいわけだから暇な人誰もいないんですよみんな忙しいんですよねだから忙しいっていうことを言い訳にしてしまったらダメなんだけどもでもまあその意地悪言ってでもしょうがないですね本当に忙しい人はいっぱいいますんであの僕もねよくあの受講生さんで生クラスをね担当してましてで受講生さんがあの僕が担当してるクラスで。 えーまあ、たまたま僕の担当するクラスがそうなんだけども週に3回っていう日があるんですよ。あのそうそういい月月は、ね、2ヶ月ぐらいあるんで,すでねあの夜仕事が終わってから、まあ、7時とか7時半に教室来るわけですよね。でそれがねその週に3回来るという話になってくると「正直言って先生つらいです」あの「仕事にならないです」って言われたことが何度もあるんですよ。で うその気持ち分かるんですよね僕だって社会人として仕事してきてましたからね。なのであの本当にね職場からたとえ近くても週に3回あの通学クラスに通ったのは本当はしんどいんだろうなってのは僕はよく分かるんですね。なので、まあ、そういった言い訳も単なる言い訳じゃなくてあのしょうがない部分もあるわけですね。そこで、まあ、再チャレンジの方はあの、まあ、スーパー合格講座は別にして再チャレンジのねこの 途中から、まあ、メインのねこの3ページのこのハイレベル合格講座とかねこれ 4,、まあ、4月ぐらいから始まるんだけどもこっからはですねえっ、ー、と火曜日とか水曜日かなあのちょっと僕は渋谷東京の渋谷で担当してますんで東京の渋谷では火曜日の夜かな でえー、と大阪の梅田はちょっと曜日忘れました、えー、と水曜日だったかなちょ,っとちょっと忘れましたけども、まあ、週に一遍で基本的にはあの講座が終了するようにしていますなので、まあ、あの通学回数の少ない講座もやっぱりあった方がいいんじゃないかなっていうところがありましてあるんですねあとは、まあ、通信講座ですね通学がどうしても通えなければ通信講座をあの選択してみるのもいいんじゃないですかことですね。 ただまあ通信講座ってあのやっぱりね。その自分の自己管理がすごく要になってきて、あのいつでも聞けるわけですよね。ということはいつまでたっても聞かないということに繋がりかねないので、あの強く自分を立することができないと通信講座の継続っていうのは割と難しいんですよね。なので、できれば通学。ちょっと無理しても通学。 ができるといいと思います。でね、その通学を申し込んでおいて、でどうしても行けない来れないときは、あの通信のバックアップがレックには必ずあるんですよね。なので、あの別にその別料金でお金に取られるわけじゃなくて、通学クラスを申し込んでいる人はウェブとかあのあるいは DVD とかでその、えー、フォローがもう価格にセットされてますんで、なのであの。 え、本当に！2回に1回とか3回に1回ぐらいしか通学に通えないんじゃないか？っていう方であってもまあ、通学一応申し込んでおいてで可能な限り通うというのが割とお勧めなんですよね。まあ、あの物理的に通学できない方はしょうがないんだけども、なるべくだったら通学クラスを選択してみてください。それからまあ、2番でですね。 内容は理解できるんだけども実際問題解くとあの解けないんだよって人結構いるんですね。でそれはいろんなケースがあると思うんですけども、まあ、問題の解き方がわからないという場合もあれば、まあ、単なる理解が不十分わかるんだよって言っても分かってないんですねっていうことがよくありますんですね。ただ、えー、どちらかというと理解が不十分の方が多いと思います。 なのでやっぱり再チャレンジの方もスーパー合格講座をやっぱり受けてほしいというのが我々の希望なんですよね。でじゃあ本当にこっちですね問題が解けないという人はあの知識と問題とのリンク付けができない場合が結構多いです。でこういう知識があるこれは分かる問題がある問題はあの意味もちろん意味は分かります。でも この問題とこの知識はどうつながっているのかがよくわからないというケースが割とあるんですね。なのでこの再チャレンジの方はこれを行ったり来たりさせようとしてるんですね。問題解いてテキストを確認テキストを確認して問題解いてと。ね、あのなるべくですよあのそれはプレミアムの方はそれをやらないわけじゃないんですよ。もちろんんやるんですただ 意識として再チャレンジの方にはそこをちょっと強調して講座を進めるようにはしてるということですね。あいうことですね。全く違うわけではなくてねあの我々の,その講座の進め方教え方の意識としてそういうふうにしてるんだっていうだけのことなんですね。だから皆さんは実際に講座を受講されてあのそれを実感できないかもわからないですね。僕らがそう思ってるだけでねなるべくそうしてるつもりです。 はい、で3番目、えー、時間が、えー、思ったように確保できなかったとねで率直によって努力足りなかったですね、あのー、これすごく何て言うかな簡単なケースですね頑張んなかったんだと、ね、今年頑張りますからっていう人ねそれはすごく、あのー、対策簡単です、ねえー、3番の方はですねかつてレックのこういったコースを受けたことがありますかね もしなかったら、もう無条件でプレミアムの合格フルコースを受けてみてください、ねあの。レックの講座を受けたことがなければ、もうこれを、これ一択です。ぜひこれを受けてください。ね、でもし受けたことがある方だったらですね、えー、渋谷か梅田じゃないとあの、再チャレンジの生講座がないんですねで。もしそこに来れるんであれば、ぜひ受けてください。再チャレンジを。ね プレミアムとかを受けたことがある人はそれで、えー、渋谷とか池あの梅田に来れるんだったら再チャレンジをぜひ見てみてくださいでもし来れないんだったら、えー、通学ができるんだったらプレミアムのまあ、通学ですねもし通学できるんだったらプレミアムの通学をお願いします、えー、通学がどうしてもダメだったらまあ再チャレンジの通信ですかね。えー どちらを選ぶかというのは通学できるかどうかをなるべく重視お願いしますレックにはいっぱい学校ありますよねどっかの学校に来れるんだったらぜひ、えー、とプレミアムの通学を、まあ、もう一回受けてみてください、えー、となぜかと言いますとあの通学の方が講師にコンタクトを取りやすいからですねで、えー、今年は 今日あのね2017年はあんまり努力しなかったけども今年は頑張るんだ2018年は頑張るんだっていうことであればどん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 と講師とですねあのコンタクトを取ってで常に自分の勉強の仕方ですとか自分の勉強の方針とかをあの質問してしてほいんですよね今自分はこういう勉強してるんだけどもこのままでいいですかとかねうまく講師を使ってほしいです。それは通学のの方がやりやりすいからなんですねなので えっと、こっちの方をお勧めします。で、ね、通えないんであったら、えっと、再チャレンジの通信を、えっと、ぜひ、えー、検討してみてください。あのー、再チャレンジ向けの方に、まあ、作った講座なので、できればこっちの方を、あの、熱、ね、どっちみち通信であれば、えっと、こちらの方を選択してみてください。ね。はい。 それから自分なりに努力したんだけども、まあ、努力は結果に結びつかなかったですね、まあ、こういう方が数は多くないんですけどもなん、まあ、とかしたいというのが我々のまあ気持ちになります。で頑張ったのに、ね、受からないのでまずは、えー、と以前レックでこういった機関的な講座を受けたことが、えー、あるかないかですね。 通学できるかかどうでで判断して,てくださいで通学できるんだったらぜひプレミアムですねプレミアムの,あの通学をこれ一択ですねぜひお願いしますで通学はどうしてもできないという場合ですねできない場合は、まあ、プレミアムか再チャレンジの、まあ、通信ですねをどちらか選択してくださいでこの選択基準なんですけどもえどちらも通信ですね で頑張ったのに合格できなかったわけですよね。でレックの講座を受けたことがないんですよね。だったら、えっと、どちらも Web で、えっと、無料であの1回目の講義を受講できます。どちらも無料です。お試し Web 受講っていうのかな。でそれで決めてください。あの実際にあの講師の講座を受けてみて,受けて,みていただいてでなんとなく講師との相性ですとか そうういったものがあると思うんですよあ。この人の言うことはなんか分かりやすいなとかねあこの人の説明の仕方がいいなとかねあこの人の説明ちょっとなんかあのくどいなとかね、まあ、あ,のあるかもしれませんからえその辺はねあの実際試してみてから決めてくいただければいいと思います。はい、それから、えー、レックのこういった講座を受けたことがある人ですね えー、渋谷か梅田に通学できますでしょうか。えっともしできるんだったら絶対再チャレンジの通学あのこれ一択でお願いします。あのぜひこれでお願いします。でもし来れないんだったらえっと通学できるかどうかで判断をお願いします。どっかに通学できるかできないかですね。どっかに通学できるんだったら、えー、プレミアムの通学か再チャレンジの通信どちらかをお勧めします。 でこの選択基準もあのどちらも無料で再受講でであの無,無料で1回目あの受講できますんで、えー、と再チャレンジの通信とかもねあの割となんか、えー、早い時期に簡単なプレ講義みたいなのもあのアップされると思いますんで是非それをこれは僕やるんですけどねあの僕の講座をちょっと聞いていただいてそれで良ければそっちの方を進めてください。ねで あの他にもあのプレミアムの講師がね、えっと、こ,うこうやりますんで、まあ、その辺で選択見比べていただければいいと思います。という形で、まあ、なんかですねあのどっちがど,どっちじゃなければダメとかね、まあ、そういうことはないと思いますのであの平たく言えば、まあ、講師の好き嫌いですとかあるいは、えっと、通学のしやすさとかね まあそういったこともあのが第一優先でまずあの検討してみてくださいでその次にじゃあ,あのなんていうかな講座の内容をまあ今説明しましたようにねその講座の内容を考えてみていただいてであとはそうですね、えー、可能であればあの無料でお試しのね受講ができますのでそれでしっかりとあの区別していただいてでまあ。 比べていただいてで選んでいただければいいんじゃないかと思いますはい、それではですね、えー、どっちを選ぶプレミアムは再チャレンジということでガイダンスをこれで終了いたしますそれではお疲れ様でした